今のは、失敗ってことでよろしいのかな？あ、この辺なんかめっちゃキラ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 光いるけど。ね、あの木の上にさ、卵乗っとるよ。あれはちょっと取るべきじゃないの？何がキラキラ光るんやろ？キノコかな？あ、なんかあそこにない？ちょっと待ってね、後で見に行ってみる。はい、鳥の卵ゲット。ほら、あっこなんか燃えてない？うわ、待って。びっくりした、急に敵。この辺、ホタル取れるんやない？え？びっくりした。私あれ何が歩き出したんかと思ってた。めっちゃびっくりしたんやけど、馬やった。超怖い敵出てきたって思ったやん。焦るわー。てかちょっとホタル逃げてくんだけど。あんたらのせいで何してくれちゃってんの、もう。ほらほら、私は。あれ、これホタル捕まえれんやつ？捕まえれんやつっていうのがおるんかどうかはわからんけど。ね、あれ何が燃えてんの？あれどこ？え、見えなくなった。なんだ、どこの方向もあれだよ、あれ。燃えてるよね、なんか。望遠鏡で見た方がよくわからないっていう、どういう、どういう状態。祠？祠やん。何が燃えてるだ。ち、肉になるかと思ったのに。あ、エレキースたち来た。来いよ。来いよ、来いよ。へい。イェーイ。エレキースの羽ゲットー。あ、今回は目玉とか落とさんかったんやね。ほら、この辺めっちゃホタルおることない。取れんのこれ。静かホタルとかじゃないのこれ。え、なんか光よる。あ、よね。静かホタルですよね。なんか光よるってそりゃホタルだよね。で、なんか近づくほどに、どこだかよくわからんくなるんやけど。あれだ。よし、次は私、あっこの祠を目指して走ってくね。くそう。逃げやがった。今のあれ鹿やろ？お、びっくりした。ブルブルって来たけんなんかと思った。あれさ、なんかあの山の上にも。あれも多分祠。あれも多分祠なんやけど。うわ、びっくりした。いきなり空中に現れるね、こいつ。こいこい。一発。あれも祠かな？あれ祠？よくわからんや。よくわからんけど、でも、あのさ、周りにある、あの近くの塔はクリアしとんよね。なんでその近くの、祠をクリアしてないんやろ。おぉ、びっくりした。現れた途端に。あ、リザルボをゲットした。そして、一応ちょっとこの辺の素材もね、服とかの強化に使えるし、お、薬にも使えるけんね。はいはい。この辺エレキース多いな。あ、目玉ゲット。あれ、どの辺やった？水の中にあったよね。あ、あったあった。お、鎧だけ。何？花の中巣。花の中巣？なんか新たな場所に来たよ。敵はいないな、ここ。あ、
なんかここにイカダが置いてある。おお、なになに。こら、いきなり何をしているの？お花を傷つけちゃダメよ。なぜこんなところに人がいるんだ。危ないよ、こんなとこいたら。こんな時間に。祠の周りにお花を植えてあげたの。くれぐれも踏まないようにね。祠チャレンジ、花を踏まないで、祠チャレンジ見えてるのに。見えてるのに、花を踏まないようにいかなかったら祠に入れさせていただけないのかしら。なんだよ、迷路か、おい。これも花だよね。待って、花じゃない部分どこ？しかも敵出てくるし。花を踏まないで。植えるなし。これ花だよね。あ、大丈夫なんか。何？ちっちゃい花なら大丈夫なの？それはそれでどうよ。それはそれでどうよ。じゃあこの辺とか全然踏んでいい。お花を傷つけちゃダメよ。お花が痛い痛いって言ってるわ。出入り口に戻されるって？おい。なんだ、どう行けばいいの？ジャーンプ。思いっきり入った。もう何度言ったらわかるの。お花を大事にしなさい。お花も生きてるのよ。なんなんだ、あのおばさんは。難しい。これは花なんだよね。祠の周りに植えるな。祠の周りに植えるなよ。どっかから飛んできた方が早いんじゃないの、これ。あー、超見張られてる感。うん、これ多分どっかから飛んできた方が確実に早いよね。ということだから、外にも出られねえ、これ。外に出ることすらままならねえ。ねえ、絶対空中からじゃないと無理やん、これ。どんだけやねんってぐらい植えとるもん。これ、いけたやん。あ、いけた、ひろひらの祠。なんだなんだ。何度も。え、なになに、怖いよ。何度も言ったのに。え、なに、怖いって。え、化け物？どうしてわかってくれないの？もう嫌。何日も何日もかかって植えたのに、何回も何回もあなたは傷つける。え、なに？私クリアしてないの？無理やり突破した？もしや。お花の恨み。思い知れ。怖いんですけど、なになになに？クリアしてないのか、私これ。おばさん、怖っ。今のは、失敗ってことでよろしいのかな？とりあえず、あれよね。花を踏まないで。失敗だったっぽい。めっちゃ見られてる。でも、もしかしてあっこに残っとった、あの一輪の花を踏んでしまったからということっすか？ちょ、待ってね。次、もうちょっと慎重に行くよ。ひろひらの祠っていう名前は分かった。名前が出てくるところまでは近づけた。私、絶対もう成功したもんやと思ってさ、普通に意気揚々と、祠の中に入っていこうとしよったんやけど。これを踏んじゃったってことでしょ？ってことは、要は、これでもう大丈夫やろ。どうよ。どうなんこれ、祠チャレンジはクリアってことでいいのこれ。なんか何にも出てこないけど。OK？ お、よっしゃ、祠チャレンジ、花を踏まないでコンプリート。ふぅ、あのおばちゃんめっちゃ怖かった。
ねえ、もう化け物に変身するかっていうぐらいの勢いで怖かったんやけど。で、ホコラチャレンジクリアしたってことはもうあれじゃない？へえ、中もからくりあるんかい。ホコラを訪れし者よ、我はヒロヒラ。女神ハイリアンナに置き試練を与えよう。流れに乗せて、ヒロヒラのホコラ。流れ。あ、水やね。もうホコラチャレンジクリアしたやつはそのまんまさ、そのまんま行かせてくれるんじゃなかったの？これは何？左右に動くんかな？なんか向こうの壁に当たって戻ってくるとかそういう感じ？あ、違う。壁の下をすり抜けていった。あ、なるほど。そういうことね。で、またこっちから来るの？これさ、別にあの言い方を待つ必要はない気がするけどね。アイスメーカーで行けばいいじゃん。水のある場所はアイスメーカーで行けばいいじゃん。ああ、落ちた。ちょっといかだ使わせていただくよ。は。この辺別に何もない？なんか宝箱とかあったらあれやけんね。一応キョロキョロしとく。これ速攻たどり着けるんじゃない？そうでもないんかな。向こう側にも何かしらありそう。あ、宝箱あるんですけど。この宝箱はさすがにさ、さすがにマグネキャッチでしょ。あ、やね。やったー、宝箱ゲットー。よし。は、こっち側に。はい。あとは他になんか沈んでる宝箱とかない？ん、なさげかな。あー、危ねえ。ちょっと、イカダに乗せて。よし。中身は？武器？お、オパールやった。何あれ？なんか浮かんでない？あ、タル爆弾。マジか。んで、ちょっと、そこのさ、あれは取れねえぞ。ちょい待ってね。ここはまた、アイスメーカーか。あれ、やっぱりこれの下に入れて、あ、ほら、押し上げれる。やっぱこの方法でも取れるんだな。とりあえず、はい。開ける。お、氷の矢かける5。やったー。落ちた、落ちた。え、これはさ、一体どこに行けばいいの、これ。なんかあの、タル爆弾がいっぱいね、ぷかぷか浮かんどんやけど。そのタル爆弾を一体どうすればいいんやろ？ん？ここにもなんか、あ、今落としたやつ？今落とした宝箱か。え、なんだ？何をすればいいんだ？てか、ゴールはどこ？あ、あれか。あれを破壊すればいいんか。なるほど。ちょ、待ってね。あのタル爆弾がちょっと向こうに流れていってくれるのを待って、この上上がれる？上がれんのかい。これでこの隙間からちょっとタル爆弾を狙って、でもこれ自分も爆発に巻き込まれそうな感じがするな。近いよね。え、タル爆弾に刺さっただけなんだけど。タル爆弾に刺さっただけなんだけど。これはあれか。ん？このリモコン爆弾の方を使った方がいいってことかな。は、普通に開いた。うん、めっちゃ普通に開いた。タル爆弾の意味。まあ、タル爆弾を使ってももちろんいけたんやろうけど。てか、まああれよね、制作者的にはそっちの方を使っていただきたかったはずよね。
これであとはもうそこに敵とか、おゴール、やったね、クリアクリア。ひろひらさん、何あれ、手の上になんか浮いとるよ。試練を克服され、よくぞここまで。あなた様こそ、まごうことなき勇者。今こそ女神ハイリアンナにおいて、克服の証を授けましょう。さあ、これで6個目か。その腕輪もくれんかな。アイスメーカー大活躍やね。イエーイ。これで我が役目は終わる。女神ハイリアンの株があらんことを。さあ、これでなんかもう一箇所近くに祠が見えとったよね。まあ、祠かどうかちょっとよくわからんかったけど。さあ、出てきた。あ、おばちゃんはいるのね。これってさ、あのお花を踏まないでってやつクリアしたけど、クリアした後もなんか言われるんかな。はっ、おう、言われる。で、まあこれで楽に入り口まで戻してくれるやろ。オッケー。見て見て、祠が綺麗な色に変わったの。きっと私のお花に喜んでくれたのね。違うよ、私がクリアしたんだよ。この人はずっとあれかな、見張ってんのかな。ちなみに何、どの辺やったっけ。さっきあの祠がありそうって思ったとこ、なんか近くに塔が立っとったよね。お、お肉たちが浮かんでいる。ん、あれは橋かな。ちょ待ってね、この辺ちょっと登っていきたい。登らして、はい、この辺の上に確か塔とかがねあったはず。おー、綺麗な景色じゃないか。あの橋見たことないよね。私は今一体どこに来ているのだろう。ちょっといまいち。お、旅人。旅人さん。こういうね、なんか、道中で出会った旅人ってさ、なんか、いろんな情報を教えてくれたりするけん、貴重よね。ねえ、ちょっと旅人さん。ああ、頑張りゲージが。じゃあ、早いんですけど、まあ、馬だから当たり前やけど。そして、その馬に追いついていこうとするリンク。ねえ、ちょ、あ、止まって。じゃあ、冒険者。ハイラル城を目指してるのかもしれないが、あそこほど危険な場所を俺は知らない。命を捨てるくらいに覚悟がないなら、城での宝探しはやめた方がいいぞ。あ、こっちの方向行ったら、ああ、まあ、うん、ハイラル城だね。危険だね。でも私はそこを目指してるわけでは、まあ、ないんだけど。何あの岩。岩ロックとかじゃないよね。なんかわからんけど、なんかできそうじゃない？動かしてみる。はあ、え、登った。で、うん。これ。この真ん中の部分にコログがおるやろ、きっと。こらー。うわ、見つかった。ありがとう。またねー。よいしょ。あ、ん？なんかここに矢倉があるな。あれはボコブリンの巣か？いやーっていうかほんと。どこに行ったんだ？私から見えてたあの祠は一体どこに行ったの？いや、祠だったかどうかもちょっと怪しいけど。でも赤いのあったよね、なんか。ん？この辺は？なんかガーディアンらしきものが。危険かな？危険っぽいかな？ん？あっこ。
あれか、私が見よったの。なんか全然違う方向やけど。あれ、ほこら？あれってほこらか？ん？なんかこの辺。え？なんかこの辺超まがまがしくない？どこ、ここ？何ここ？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。